ネサです。今回はこちら、すみっこ暮らしのリメとガシャポン、そして食玩ですね、一緒に見ていきたいと思います。はい、可愛いガシャポンがたくさんあってもうワクワクしちゃいます。まずはじゃあこちらのね、可愛い猫からいきましょう。ガシャポンもね、すごくたくさん種類あるので心惹かれたものしか回さないんですけども、これは可愛すぎた。このカプセル自体が、あのね、隅っこになってるパターンだとより大きいのがゲットできますよね。はい。あ、メロン？メロンかな？入ってました。あ、そうだそうだ。頭のところに帽子みたいな感じでね、あの上の部分をペトリ、あ、逆か。で、お腹のところにはメロンを。おお、あ、すごい、手の形にちゃんとくり抜かれてるおかげで、すごくフィットした感じになってる。はい、ということで完成。かわいい。ここ貯金箱になるかなって一瞬思ったんですけど、そうじゃないのね。なるほど。え、これ逆かな？逆かもしれない。まあ、外すときも簡単なんですけど。はい、キュポッと外して逆側にすれば、こんな感じ。え、どっちが正解かな？こっちかな？うん。こっちかも。うんうん。はい。ということで、猫、メロン持ってます。ラインナップは、いつもの5人、白熊、トカゲ、猫、トンカツ、ペンギンになってまーす。かわいい。本当にかわいい。このフルーツのやついいですよね。続いては、ちょっと触りたくて買ったやつ。スクイーズタイプ。かわいい。こんなパン、リアルにあったら欲しいですよね。ふかふかすみっこパン。ラインナップは白熊、ペンギン、トンカツ、猫、トカゲ、エビフライの尻尾でした。はい、今回はペンギン。どれくらいふわふわか。超ワクワクする。あ、つるつる。なんかすんごい滑らか。スルスルしてます。はい、潰しちゃうよ。潰れる、潰れる。こんな感じね。くしゃくしゃになるタイプほどじゃないんだけれども、程よい弾力があって、しっかり元に戻るので、むぎむぎしがいがあります。うん、かわいい。むにむに。あー、なんていうの？ハイチュウ潰した時みたいな感じがする。で、手にくっつかないのね。そう。手にくっつくのが若干苦手な時もあるので、ああ、この感触で手につかないって最強すぎる。かわいいし、いいですね。はい。チェーンもついてます。チェーンの部分ちょっとね、引っ張ったら壊れるかなと思ったら、硬い素材でこの部分は作られていて、まあね、ちょっとコーティング失敗みたいな感じではあるんですけれども、まあ引っ張っても多少なら大丈夫な感じ。あまり強く引っ張りすぎると多分この部分から抜けちゃうので、まあ、乱暴なことはしないでねって感じですかね。はい、ラストはこれ光るやつだったかな。はい、お星様、あ、ですね。星空散歩マスコットライト。回してからね、数日経ってからやるからいつも忘れちゃう。はい、こちら、白熊、ペンギン、トンカツ、猫、トカゲ。それぞれお星様持ってます。トカゲが好きなんですけど、今回はちょっと恵まれなかったんですけどね。でも全然いいです。その子も可愛い。あ、絶縁シートついてないのか。ということは、交換ができないタイプ。はい。つけます。あ、意外と光る。え、すごい、結構光る。はい、ちょっとお部屋暗くしました。もう一回つけますね。ほら！結構いいかも、これは。これで電池取り替え可能だったら最強だった。わー。開けれたらよかったなー。これかなりおすすめかも。
寝る前とかね、自分のお布団行くまで枕元これつけてから行くとかできたらいいですよね。いいの、いいの。予想以上に可愛かった。そして白だから余計にね、この光が、はっきり、外にこう出てきてていいですね。白くまちゃん。いい、かわいい。はい、続いてはどこ行こうかな。これにしよう。お化けのナイトパークジェルシール。これは、まだ買ってなかったやつ。どんな感じかな。ガムが一緒に入ってるみたいです。ガム、あ、粒ガムだ。1個入ってます。で、結構大きめ？いきます。なんか紙に挟まってた。おー、ミニッコと、エビフライの尻尾と。かわいい。プニプニしてるの？ジェルシールだからね。ジェルシール。ジェルネイルとかって。すごい。いいですね。こんな感じでペロッと剥がします。このふにゃっとした感じ、しっかり厚みもあって、これどこに貼ろう。もったいなくて貼れないんですけど、めちゃくちゃ可愛いし。さあ、もう一つ開けてみます。本当にどこに貼ろう。すごい。2個目は、まさかのお揃い。並んでるの普通に取ってきちゃったんですけれども、そっか、同じのが2個ずつくらいね、並んでるタイプだったのかな。はい。ということで、じゃあ1個は誰かにあげよう。はい。とっても可愛いシールです。全10種類、ぷっくりした感触、このラインナップとなっているみたいです。見えるかな？可愛いですね。今回はここの子だったのかな？他にもこんな感じであります。みんなも探してみてね。はい、では続いては、ね、チョコチョコ集めしてるお着替えすみっこチョコスナックあげていきましょう。そろそろこれもなくなっちゃうかなと思ってドキドキしながら、はい、買ってます。さあ、何かな。こちらは、お寿司になるやつ。何これ、かわいい。もう一個開けちゃおう。かぶりませんように。かぶらないだけ。このね、お買い物行ってるの欲しいんです。買い物も来るかな、来るかな。せーの、ドン。これはこれでいいやつね。はい。うさぎのガーデンパーティーみたいな時のやつです。おー、なんか背景になるこの柵があるから、より立体的に遊べる感じ。ペタペタくっつけて、こんな感じでお着替えできます。かわいい。なんと、スズメたちのお着替えまであるのね。これはかわいすぎるでしょう。おかげの上にさらに重ねてもいいよね。はい、とってもかわいいです。ジョウロをね、お手手に持たせてみたり、こんな感じで持たせてみたり、こっちにジョウロを持たせて、お花を持っててもらってもいいですよね。あ、ちょっとお顔かぶくれちゃうかな。うさぎマイスターにはなんか、こっちの方が合ってるかもね。で、お花はこっちとか。はい。片付けるときには、ちょっとバランして、どこでもいいので、このシールの台紙の上にこう戻してあげた方が、ほこりとかくっつかずに、綺麗に何度も遊ぶことができます。これで遊ぶときは、シールブックみたいな、シール帳みたいなのがあると、裏の部分、綺麗なまま何度も遊べるからおすすめ。まあ、ない人は、こちらの台紙を使って遊べばいいかなと思います。
はい、じゃあお寿司もやっていこう。こちらお皿があるので、お皿にいろいろ乗っけていく感じかな。あー、これはね、このペンギン自体はそんなに変化ない感じなんだよね。はい、こちらはね、スズメとかタピオカとかをこんな風にアレンジするのがメインになります。とっても可愛いですね。はい、とっても可愛いんですけれども、なんかちょっと、リアルな感じがして、あはって思うんですけど、まあまあ、ペンギンにはシンプルに、ね、お寿司とか持ってもらって食べててもらいましょう。はい、パク、パク。ね。ここ遊びをするにはちょうどいいキャラクターがいますね。はい、では続いてリーメント開けていきます。どっち行こうかな。星空から行こう。じゃあ今日は星空スターリウムキラキラ青空の星巡り。さあ今日は何が出るかな。今日は、あ、猫がいる。猫、猫、あ、流れ星集めです。こちら、猫と雑草の5番ですね。おー、土台がすごい。キラキラな宝石っぽい。はい、この流れ星を刺すところがこれですね。どこかに穴があるはず。これですね。ここだ。で、ここにちょっと差し込むとこがありますね。これに猫かな。もう片方の方には雑草。手にもね、持ってるんです。床とかの素材と同じやつ。キラキラの星様。はい、組み立てはこちらで完成。とっても可愛いです。こちらの土台パーツのところも、ちょっとね、ラメラメなピンクで作られていて、本当に可愛い。この色合いも、猫っぽい感じのオレンジがね、ベースになってるので、より一層引き立つ感じでいいですね。これは可愛い。どこに置いてもいい。ではもう一つ、隅っこ日和も開けてみよう。さあ、今日は誰が出るかな。な、トカゲ。トカゲということは、これです。流れ星見つけたのキャンプですね。お、いい感じに星シリーズが揃ってた。最高。こちらのベースに、このね、キャンプ場みたいなの乗せて、これが前かな。で、前のところにカタツムリ、ニセツムリか。で、望遠鏡はこちら。トカゲはこちら。あー、かわいいトカゲ。で、カバーをかぶせて完成。流れ星とかが後ろに来るようにかぶせるととっても綺麗な感じになりますね。はい、上を見上げたトカゲが本当にかわいい。まっすぐ見てなくてもいいね。視線がちょっと上向きな感じに思っても、すごくいい雰囲気出てます。ちゃんとこのテントの中も空洞になって作られてるのも、ほんと細かいですけれども、この立体感のリアルさが出ていいですね。はい、今回は運命な感じで出てきてくれました。そして、一緒についていたトカゲのアルバムね。トカゲのアルバムの中はこんな感じ。いろんなところ、みんなで旅行に行った思い出の写真がいっぱいですね。後ろには二節塗り。ああ、いいな、いいな。どこ行ったんでしょうね。インディアンみたいなのもいるし。マトリョーシカもあるし。これはベネチアかな。よ
かフランスっぽい感じもありますね。ではお楽しみ、ラストはチョコエッグ開封していきましょう。ちょっと久々ですかね。はい、開封開封出てきましたよ。1個目はトカゲ、やったー。これはお魚のパンを持ったトカゲですね。とっても可愛いです。ちょっと傾いてる感じがね、いいですよね。さあ、たくさんのキャラクターに出会えるかな。2個目いきます。まだチョコエッグ買えますよね。全然買える。隅っこは長くあってほしいな。はい、続いて誰。猫、あ、パンでお揃いな感じ。おー、嬉しい。こちらもメロンの時と同じようにちゃんとこの手の形に沿うようにラインが取られてるので、本当に持ってる感あっていいですよね。はい、猫、やっと。3体目は誰かな。違うキャラ来るかな。とが猫、しかもかぶった、かぶった。まあそれもあるでしょう。6個用意してるからね。ここでもう1体来なければまだ大丈夫、まだ大丈夫。さあ5人揃うかな、どうかな。猫、今日は猫デーか。あ、猫稲荷ですね。しかもかわいい。猫稲荷はかなりお気に入りなラインナップの中の一つなんで、すごく嬉しいです。お稲荷さんの顔も猫の顔が書いてあってね、頭のところに人参のお花がトッピングしてあるの、本当にかわいい。リアルになんか作ってほしい感じ。はい、猫猫猫としちゃった。さあ残る2人は誰でしょう。せーの、誰だ。ん、シロクマグロだ。かわいい。お寿司シリーズも出てきました。はい、こちらもね、ふわっとかけてる感じがいいですね。シロクマグロ、こっちが上で正解。ラスト、誰がするかな。誰だ。ん、ペンギン。しかもシークレットだった。ペンギン&パン店長です。やった。はい、ペンギンかトンカツ出てきてほしいなと思ってましたけれども、まさかのシークレットで出てきました。やったね、すごい嬉しい。やった、6個ではかなりレアじゃない。今回のラインナップは白クマ&風呂敷、ペンギン&タピオカ、トンカツ、猫、トカゲ&ニセツムリ、タピオカ&雑草&山、シロクマグロ、ペンギン、軍艦、トンカツ握り、猫稲荷、トカゲロール、そしてパンバージョンのシロクマ、ペンギン、トンカツ、猫、トカゲ、お勉強バージョンのシロクマ、ペンギン&タピオカ、トンカツ&エビフライの尻尾、猫、トカゲ、そしてシークレットとなってます。こちら、すみっこ暮らしステーショナリーセットが当たるキャンペーンもやってます。こちらバーコード2枚一口で応募してみてください。はい、というわけで今回はすみっこ暮らしのガシャポン、食玩、リーメントを一緒に紹介しました。なんかね、久しぶりにいっぱいいろんなキャラクターに会えてワクワク楽しかったんですが、皆さんはどうだったでしょうか。また新商品見つけたら紹介していくので楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。バイバーイ。